まあ、なんだかんださ、なんて言うんだろう、神速ルカリオ、グリッチ神速ルカリオとかもやばかったけど、無敵ウウが一番やばかったな、普通に。普通に無敵ウウが最強だった。このカードなんかめんどくさそうな雰囲気あるけど、俺オフラインで対カービィやったけど、普通にシーク有利やったわ。なんかオフラインでなんかやったんだよね。なんか、カービィの使いの人と。このカードやったけどね、なんか、聞いた話では結構めんどいみたいな感じで、ね、普通に有利だった。何も起きんかった。じゃあそんな声出すわ。シークさんもびっくり。怖っ。ちょ、待って待って。コンボができないんだけど。コンボができないのですけれども。あれ、思ったよりなんかオンラインでシーク使うの過酷だった。なんか前もなんか触ったんだけど、なんかオフラインで触り始めてしまったがゆえに、なんか前よりも動きづらい。もっとなんか前 VIP で普通に触ったんだよな、このキャラ。前よりなんかね、動かしづらくなってる。なんかオフラインで触った弊害が出てる気がする。前なんかもっと俺の動画でシーク使った時スムーズに動いてたんだけど、動かせづらいな。なんかジャスガもできないし、連れてくな。あれナタも出ねえ。あとちなみにちょっとラグいこの試合。あと実は。スマメイトでね、ちょっとシーク練習しようかと思ったんだけどね。別にやめたわ。なんか意味なさそう。心折れそうだからやめたわ。ちょっと考えた。でも死にそうなんだけど、上行くよね。シーク本格的に触り始めたのはもうここ何週間ですよ。もともと結構触ってたけどね、その本格的にじゃないけど、遊びで。だけど本格的に触り始めたのは、マジここ、1ヶ月ぐらいかな。ああ、ラグいし。2段ジャンプ出ないし、怖いよ。死ぬ。お願い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 。よし、え、お願い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 。しゃがむなお前。あ、まあまあかぶったからいいや。日本なあ、そこ弱えよな、マジで。日本さあ、いや、俺、日本の飯がうまくなかったら海外行ってたかもしれんなって思うんだよね。スマブラ中に。日本の飯がうまくなかったらね、海外住んでもよかったな、普通に。飯が強すぎんだよな、ガチで。飯美味しくなかったらな、さっさとおさらをしてる可能性あるわ、その、この国。おお、ごい。お前、死にやすい。
うまい。行くならどの国行って、アメリカでしょ、ね、スマブラしに行くんで。ただ別に移住するわけじゃない。ああ、レベルが確認できません。すごくこの技されすぎやろ。あ、上様が。まあ確かに治安もあるな。治安もある。あ、日本治安もあるわ。確かに。飯だけじゃなかった。治安も良かったわ。確かに。アメリカとかも別に変なところに行かなきゃ治安いいけど。悪いところは、マジで悪いけど。フロストバイトのところが治安怪しい。ピーナッツ。いや、ちょけすぎ。ちょけすぎでございます、テリー・ボガードさん。水、まあ結局なんかスーパーとかにマジで安いの買いだめできるから、なんか水はなんか、まあんま困んないと思うよ。言ったけど水あんま気にならないよ。まあ水道水の方は絶対楽やけど、まあそれでもまあそんな、そんなや。そんな気にすることはない。ちょいちょいラグいんだよな。なんか定期的に画面が固まるタイプのやつ。パセリちゃんとやりきんのかな。あ、でもあれか、一応は1個下げるに変えたのか。1個でもなんか3で苦労してんなら1でも苦労しそうけど。まあ応援してよ、まあ、俺は配信終わったら寝るけど、ね、普通に。お前なで、あら、うまい。アイアンマンってもともと結構大変だから、ね、その辺もともとかなり大変だから、ね、
え、にゅ、これ